佐伯さんのところも酒米ですね、松山みっていう酒米と、それからうちの実家は、宮城ですけど、そこでお袋が栽培している普段草イタリア名でビエトラ、うまい。で、エリクサーを使ってリコッタチーズを作った時に出たホエーレ書いてます。はい、はい、あります。